真山智之と申します。著述家で、偉人研究家として偉人や名言の本を書いてます。そうですね、まあ、いわゆる結構多くの方が想像される、まあ、エジソンとかアインシュタインとか、うん、野口英世とか、まあ、たくさんね、まあ、いると思うんですけれども、どういった人物像だったのかなっていうのを探っていくっていうような研究をしています。はい、まあ独立してからずっとこれまで書き続けている通り、本の執筆っていうのをちょっとメインにやってまして、それいろんな日本史の有名な事件の中にそれぞれにはやっぱそういう泣けるエピソードっていうのがやっぱあって、それを前面に出した泣ける日本史という本を文教社から出します。それが11月の2週目ぐらいですかね、に本屋に並ぶっていうのが今ちょうど考慮し終えたところですね。そしてもう一つが11月の下旬に出るのが3マークから出す本で、これは少しですね、私自身が子供3人を持つ親というところを、まあ、切り口にしていて、天才を育てた親はどんな言葉をかけていたかっていうですね、そういった本を書きます。つまり偉人とかですね、天才と呼ばれた人たちが親にどんな言葉を、ね、かけられて成長していたのかっていうところにクローズアップした、こう親の名言集でもあり育児論でもあるっていうところで、どういうふうに子供を育てばそういう子供の才能を伸ばしてあげたりとか、まあ、気づいてあげたりとか、もしくはその手前になんか少し困っている時に励ましてあげたりとか、そういった本を今度出しますね。そしてですね、あともう一つが、これは著作じゃなくて監修というところで、私のチェックしたというゲット社さんから出る、もしも君のクラスに織田信長がいたらというですね小学校のクラスに織田信長がまあいて、その学校でもう全員クラスが偉人だらけなんですよ。偉人小学校ですね。そこで繰り広げられる、まあ、人間ドラマみたいなのを書きながら、各偉人たちの業績もきちんと抑えていくと。これはもうすぐ出て書店に並びます。はい、それ10月の25、6ぐらいかなに書店に並び始めると。あとこの3冊が、今月、来月は発刊されるというところですね。まあ、ウェブの方ではですね、東洋経済オンラインというですね、いう、オンラインの雑誌で、いろいろ歴史人物について書いてまして、まあ、渋沢栄一の列伝をまず書いて、そこから徳川慶喜の話を書いて、そして孝明天皇の話を書いて、で、今、岩倉具視の最終回をちょうど書き上げたところで、今度から何やっていくかってところで、まあ、今後もですね、そういう歴史人物のが評伝みたいなものを東洋経済オンラインでは継続して書いていくっていう、そういうウェブの活動も今少しずつ始めているといった状況ですね。もともときっかけとしては、そういうまあ本を書いたっていうことがまずあるんですけれども、まあ、その偉人とか名言に興味を持ったのは、まあ、おそらくまあ大学時代の就職活動の時が一番初めだったのかなというふうには思いますね。まあ出版社の方に就職決まりまして、そこからはまあその出版社に勤めて編集と雑誌の記事を書いたりとかしながら、まあ土日だったりとか平日の夜だったりとかを、まあ、本を執筆してきたっていうのがずっと続いた状況ですかね。はい、会社の方の仕事は偉人とかは全く違うジャンルの方の仕事をしていたんで、そこはまあ全く切り離した状況の中で、まあ、一から、まあ、調べていくという形で、まあ、会社員の顔と偉人研究家としての顔を使い分けながら、まあそこでまあ新卒から勤めた会社で、まあ、14、5年ぐらい勤めて、うん、まあ今回辞めて今フリーランス2年目に入ります。これです、この帽子いいですけど、ちょっと私祖父が大学の教授をやってまして、もう亡くなってるんですけど、祖父がですね結構おしゃれな人で、結構まあ子供ながらに、まあ、孫ながらにですね、孫ながらにそのかっこいいなと思ってて、スラッとした身長で、で、これで、ね、帽子をかぶったんですよね。なんかそういうやっぱり祖父への憧れみたいなもありますし、あと偉人でね、アンリ・ファーブルっていうファーブル昆虫で知られてる昆虫学者の方も結構こういう帽子かぶってて、なんかそういう、なんだろう、私にとっては父の象徴というか、それも、まあ、ファーブルにしても、うちの祖父にしても、やっぱり人に教えるっていう立場の人だったんですけど、なんか自ら学ぶっていう姿勢もすごくあって、学びながら、それを教えることでさらにまた、なんかそう吸収して、また教えるっていうインプットアウトプットじゃないですけど、そういう、すごく意欲的に学ぶっていうシンボルみたいなものかなというふうに僕の中で思ってまして、
まあちょっと YouTube とかでね、部屋の中で帽子をかぶるなという意見ももらったりしますけど、まあちょっとまあかぶったり、まあ脱いだりしてますけどね、まあちょっとそういうようなものも自分の中のこだわりの一つとしてやっていきたいなというふうに思いますけど、はい。そうですね、やっぱりまあ時間、自分の働くね、時間も自由ですし、何をするのかっていうのも誰かから指示が来るわけではないし、本当に一から全部考えてやっていく、プランニングしていくってことですよね。そうですね、やっぱりまあ、まあ、書くというところで、プレイヤーというところで前面に出てられるんで、まあ、自分の本を PR したりとか、まあ、こういった YouTube もそうですし、Twitter だったりとか、まあ、Voicy もやってるんですけど、まあ、いろいろ自分発信できるっていうのは、一つフリーランスになって一番楽しんでることの一つかなと思いますね。そうですね、まあ、僕どちらかというと結構寂しがり屋の方で、仕事もワイワイしてやりながら方が好きなんで、ちょっとそこは心配してたとかね、実は。ただ、意外とやってみるとですね、やっぱりオンラインでいろんな人と繋がってるってのもあるんですけど、意外と孤独感っていうのはそんななくて、執筆に打ち込める環境をなんとか作っていくっていうことに、注力してるぐらいで、今少しねコロナも落ち着いてきたんで、これからまたいろんな人にリアルで会ったりとかして、まあ本当に今なんだろうな、プロジェクトとかも仕掛けたりもできると思うんですよね。いろんな人と一緒に会って、まあ本学もそうです、協調もそうですけど、まあ、YouTube 一緒に出たりとか、まあ、いろんなことやりやすくなってきてるから、まあ、ボイシーのゲストに来てもらってもいいし、なんかそういうことがいろいろできるんじゃないかなっていう楽しみはありますかね。気分転換か、まあジョギングは結構定期的にやるようにしていて、そうですね、3キロとか5キロとか、まあ、なるべくやっぱ運動不足にどうしようかなっちゃうんで、走るようにはしてるのと、あとはまあ最近ウォーキングの方も少し、走りながら時はウォーキングをするとか、まあなんかウォーキングの方はね痩せるっていう噂もあるんでどっちにしようかなと思ってるんですけど、あ、ほら、あの雲とかね、あの雲、あの雲とかほら、ガリレオ・ガリレイの横顔みたいな、ヒゲのとことかね、ヒゲのとことか、まあ、それでも地球は動くっていうね、ガリレオ・ガリレイがいたっていうのは、あれはどうも嘘みたいですよね。そうですね、やっぱ偉人とかね、名言の本を手に取る人って、やっぱり人生を何か変えたい。とまでいかなくても、少しでも変化を起こしたいとか、なんかちょっときっかけが欲しい人が多いのかな。まあ自分自身も本当に就職活動が結構うまくいかなくて、そういった名言とか偉人とかいうものがあったんで、まあ何か一つの飛躍のきっかけというか、まあなんかこれから頑張るぞっていうところになっていくと一番いいなと思うんですけども、やっぱり一番言いたいことっていうのは、やっぱり偉人とかの人生を見ていても、まあ、どこで切り取るかで全然変わってくるっていうのがやっぱりあって、何かこう、世に出る転機っていうのが、どの偉人にも当然あるわけですよね。で、その世に出る転機の前っていうのは、結構暗い時代っていうのがまあ多くて、ファーブルなんかまさにそうですけど、その暗い時代の時にもし辞めちゃっていた場合は、もうそれはなかったわけですよね。偉業としてなかったし、偉人として名を残すことなかったって考えると、やっぱ人生って最後までわかんないんですよね。逆にすごくいいと思ってたのね、あと、転落してしまうこともあるんですけれども、やっぱりトータルで見ていいことも悪いことも起きるっていうところが人生なんで、まあ、そういった意味で今自分がどの位置にいてっていうところを少し俯瞰できるような、うん、そうすることによって、まあちょっと辛いものも逆に楽しめたりとか、まあ、そういった、人生の風景が少し変わるというかね、そういう力がやっぱ名言にあると思ってるんで、まあ、何かすごく大きな行動を起こせなくても急に起こせなくてもなんか今あるものの大事さが分かったりとか、まあ、そういったものは読み取っていただけると一番嬉しいかなというふうに思いますね。偉人研究家の真山智之です。これからもですね、偉人や名言にまつわる本をこれからもたくさん書いていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。